ゆるいよバイサラゆるいよバイサラは、フィンランドの天文学者である。現在の北カルヤラ県コンティオーラハテウトラ出身。生は、バイサラとも表記する。兄は、気象学者で、バイサラ社の創業者ビルホバイサラ。弟は、数学者のカレバイサラ。バイサラは、工学機器の分野で貢献した。工学要素の性能を測定する方法を改良し、 初期の高性能なシュミット式望遠鏡のいくつかを制作した。シュミット式望遠鏡の発明者の一人とされることもある。バイサラの制作したシュミット式望遠鏡はトゥルク大学で使われ、小惑星や彗星の探査に用いられた。128個の小惑星の発見者であり、周期彗星の 40P、バイサラ彗星を発見し、139P、 バイサラ・オテルマ彗星の発見者の一人である。臨死オテルマをはじめとする彼のグループは800個以上の小惑星を発見した。彼の業績を記念して月のクレータと小惑星バイサラに彼の名前が付けられている。また、バイサラは自ら発見した2802番の小惑星に父ベイセルの名を そしてオテルマが発見した2803番から2805番の小惑星にニービルホ、自分自身、そして弟勝手の名を付けた。バイサラは兄弟と共に熱心なエスペランティストでもあった。1968年には国際エスペラント科学者連盟の総裁を務めた。また自分で発見した小惑星にエスペラント・ザメンホフと命名している。 ありがとうございます。